はい、こんにちは、皆さん。スペアというノベルちゃんと梅ちゃんです。イエーイ、このチャンネルでようこそ。梅ちゃん、何どうしたの？失敗しちゃったよ。失敗だったね。ごめんなさい、本当にごめんなさい。レジンちっちゃいアクセサリー、ちょっと失敗だったもんね。ということで、今日はベロちゃんが作ってみよう、うん、作ってみます。それでもう失敗だったらもうわからない。まあ、ちょっとやってみようね。よっ、ちょっとやってみます。 OK、レッツドゥイット。ん、どう見るの、すげえな。あ、そうやんの。私ね、うん、これ枠から飛び出していいんだね。そうだと思います。あ、めっちゃベロちゃんうまいね。なんかもうね、あとなんだっけ、オレンジ、オレンジ、うん。あ、危険なオレンジ。うんうん、なんとなく。あ、でも白はね、白もとかね。はっ、やば、ちょっと、で、黄色塗って、ちょっとこの黄色、って感じかな。先生、うん、グラデーションがクソ。いいんじゃないですか、綺麗綺麗。本当、うん。これはどう、誰がわかる、何か鬼滅の、うん、鬼滅の何かがわかる。あ、誰でしょうってこと。そうそうそう、誰でしょう、誰でしょうか、わかる。もうわかるよ。誰、炭治郎。炭治郎だね。なんでボケでボケんの。なんて言えばいいの。違うし、違うし、なんか、え、なんかどう、いいんじゃない、めっちゃ。え、俺もやりたい。何やりたい。ファイヤー。ファイヤーやりたい、うん、やりたい。じゃん、 I can give you this。 ほんとに、そうだよ、やる。じゃあ、ベロちゃんの、うん、なに、これ煉獄さん、これ煉獄さんタイプと傭兵の、じゃあ俺のなんか火ね、傭兵の日、うん、オッケー。俺が作る日ね、傭兵作る日ね。じゃあベロちゃんの煉獄さんがそれと、うん、わあ、すごい。どうですか、ちょっと煉獄っぽくなったのかな、うん、よいしょ。あ、いいじゃん、煉獄。これ簡単だったよね。オッケー、じゃあ俺がちょっと待って、これ乾かしてからね。だからね、俺はね、なんか真似しようとしてもダメだから、なんか自分のスタイルでいけばいいと思う。あ、それはいいじゃん。そうだね、なんかそれは傭兵っぽいな。手錠こうでしょ、見て。わー、かっこいい。まだ見てねえじゃん。見てるよ、見てる。わー、それファイヤーだね、ファイヤー、ファイヤー。なんでさ、そんなテンション高いんだよ。なんかファイヤーなんだよ、かっこいい。これさ、え、これ煉獄さんの心なんだよね。私、煉獄さんの服を描いたけど、傭兵は煉獄さんの心。心だよね。
うおやばくない、もうもうこれでしょう。乾いてさらにちょっとファイヤー、うわこの上に、あおおお、はい、じゃあボタン押して、はい、あ、そうやって切るんだね。それは分からないけど初めて、これで、うん、じゃあ前は問題、多分レジが違う、うん、したいんですけど、全部言ってたんですけど、だよね、全部ね、はい、え、さっき確かめて入るの、はい、確かめて入るの、確かめてない、確かめてないの、確かめてない。でもこれ一回でやってみます。まあ、っていうことでこんな感じになりました。あれ、ちょっとやばくない？超かっこいい。煉獄さん、あめちゃんかわいい。ちょっと何もできて、おいおい。いやでも本当に見せて。え？なんか超かっこいい。見える？見えるかな。これは普通の。いやでも普通にかわいい。誰でもできるやつ。いやこんなのできるよ。やば、まあ、まず一つは、うん、もうラジオだったもんね。なんかレイジンは前失敗だったけど、うん、何が原因だったの？多分あのレイジンは本当にちょこっと、あ、少なかったね、少なかった、うん、ケチったケチった。でまあ大丈夫になりました。いやこれめっちゃいいじゃん。いやこれすごい、いいじゃん。成功かな。ええー、私ね、あ、あげる。本当に、いやー返して、ね、私これがいい。これ、私これがいい。俺もそれがいい。これがいいよ。でもこっち煉獄だよ。こっちは俺全然違うよ。うわー。まあいい、私これ煉獄です。オッケー。はい、ということで楽しんでもらったチャンネル登録と高評価とコメントお願いします。アディオース。